おはようございます。本日の名言を取り上げていきます。本日はですね、稲垣直文さんの名言ですね、どんな環境に置かれても自分の仕事に責任を持つ人間は必ず結果を出すという名言です。どんな環境と言いますと、私実はですね、今テレワークで仕事をしておりまして、本当に環境が良くない状態で仕事をしております。なかなかね、自分のテンションが上がらないとか、まあ、9時にはスタートするんですけれども、やはり通勤時間がないので、そこまでのものがないので、ちょっとやっぱりいろんな環境が違うなっていう状態ですね。これは、まあ、どうしてもテレワークなので、どうしてもしょうがない部分はあります。今まで、私も通勤して仕事をしておりましたので、なかなか慣れない部分があるんですけれども、でもですね、私の自分の仕事っていうのはやっぱり責任を持って今やっております。やっていてとても、充実感もありますし、6時までなんですけれども、時間が短く感じるような状態で仕事をしております。本当にね、自分の仕事に責任を持つと時間も短く感じますし、サボれないなっていう状態で仕事をしております。関しても私もいつも思うんですけれども、責任を持って、伝えさせていただいてます。皆さんの名言はね、本当に素晴らしいものばかりで、私なんか伝える部分の 1% も 2% もあるかないかわからない状態で伝えているんですが、本当にですね、お伝えしています。皆さんのね、心の部分で一つでもね、変わる部分が出ればとてもいい状態ですので、とてもいい状態になるように毎日毎日お伝えさせていただいております。これからもですね、常に、自分の仕事をベストを尽くして必ずいい結果が現れると思って活動していきます。本日も一日よろしくお願いいたします。ご視聴誠にありがとうございます。概要欄の方にですね、本日の名言と朝7時に届くメルマガの登録がありますので、メルマガの方は登録をよろしくお願いいたします。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。